完山修徳は森外の短編小説。1916年1月、新小説に発表された。上岸の頃、大衆の知事職に相当する主護を務めることとなった両隆氏種は、求道者でもなければ、反対に無頓着な人でもなく、道を求めている他者に盲目の尊敬をもって接する人間であった。不妊の当日、 夕町性の頭痛に悩まされていた彼のもとに一人の、小敷坊主が訪れる。リの頭痛をまじないによって見事に治癒した。この男は、大衆、天台山区に清氏の豊か館と名乗り、これから道家へおくリ隆高が会いに行くべき、偉い人はいないかと尋ねると、それぞれ文殊菩薩と、普賢菩薩の化身だという観山と修徳の名を挙げて、去っていった。この出来事のために、龍隆高は、 大衆に着くと間もなく二人が暮らしている国木四字を目指したのであった。丸二日かけてやってきた、両隆は道明という層に案内される傍ら、豊干しや習得についての話を聞く。実際に二人と対面するため台所へ通されると、見すぼらしい身なりをした二人の小男が火に当たっていた。両隆は成人に接する意識で、自らの感触を述べる拝礼をしたが、 観山と修徳は大声で笑ったかと思うとその場から逃げ去ってしまった。1915年の11月29日に脱行。新小説で発表されてから2年の後に春陽堂から発刊の高瀬船に収録された。観山修徳演技は観山氏の広告を新聞で読み興味を持った自身の子に説明として語った観山修徳の話が 元となってこの作品ができたとしている。1943年の斎藤茂吉の解説は、作品の受けた評価について、この小説は、鉄刀鉄尾感情の筆を持って運ばれているので、当時の分断では、この小説に言及した文章が皆無と言って良かったと述べている。森外作品時点では、未分意識、時代主義が交渉によって転倒されるところに、 作者の体感前の境外も投影していて、得意な魅力を持つ作品となっていると評されている。王外自身は、観山習得演技の中で、私はちょうどその時、何か一つ話を書いてもらいしたいと頼まれていたので、子供にした話を体操のまま書いた。いつも解いて、一冊の参考書も見ずに書いたのであると、語っている。斉藤も吉は、同じ部分を引いて、 他の小説を書かれるときには、その資料をせ減るだけでも並々ならぬ手数をかけるのが、常であるのに、この小説は、おそらくかつて読まれた、白印の観山全視線内聞きの記憶によったに過ぎぬで、ある音、この主張を支持する姿勢を見せ、視点人物である、旅休院の性、役職や待遇の表記を間違えている点については、 大体の記憶で書いてしまったために誤ったものであると推測していた。このように、関山四線大危機器に取材しているであろうということは、広く知られていたのだが、小田島洋介によって、東京大学総合図書館、大外文庫中の関山四線大危機に挟まれていたメモに関して、研究がなされ、同書を実際に参照しながら本作品が、執筆された可能性があることが分かってきた。 AB 長き達郎ほか、森大貝作品辞典、森大貝筆景、竹森天尾、学ぶ当社、1990年、209ページ。口述の斎藤茂吉の解説では、令状とされている。AB 斎藤茂吉、解説、参照大部、高瀬船岩波書店、1943年、182ページ。高瀬船春陽堂、1918年。 146ページメモは制度通などによった中国の完成、地理に関する覚書であり断片的に記された情報の多くが王外の小説、関山習得本文と一致する。王外文庫書いる本画像データベース。ありがとうございます。